リカちゃんキャッスルは日本の福島県田村郡小野町にある宝富発売の奇世界人形、リカちゃんの工場及び展示施設である。館内には1967年に発売された初代リカちゃん以来の歴代の製品を展示するミュージアムが併設されており、企業博物館としての側面も有している。運営はリトルファクトリー株式会社が行っており、1993年の オープンから歴代の小野町町長が名誉館長を務めている。リカちゃんキャッスルの前身は旧宝の福島工場で主にリカちゃんやジェニー等の人形の生産を行っている一部門であったが後に分社化された辛い脇工業株式会社となった。1993年5月3日、工場施設をリカちゃんの製造工程見学及び、 歴代製品の展示に特化した日本で唯一となる人形のオープンファクトリーとして新装オープン。現在では小野町の観光名所かつランドマーク的存在となっており、キャラクターとしてのりかちゃんはキャッスルのオープンに合わせて小野町から名誉町民に相当する町おこしプリンセスに任命された。以降、町とキャッスルは観光や地域雇用において 積極的な連携を行っており、一例として、小野町に伝わる小野小町伝説にちなむ十二端を着た、小野小町リカちゃんをキャッスルで製造、販売したり2013年に、キャッスルのオープン20周年を記念して、町がリカちゃんファミリーの特別住民票を発行したりしている。運営会社の宝岩木工業は、旧宝と旧トミーが合併する直前の2006年2月に、 マネジメントバイアウトにより、資本的には、旧宝から独立した。この際に、社名も、施設名と同じリカちゃんキャッスル株式会社へ変更したが、2011年1月1日には、現在のリトルファクトリー株式会社へ再度、変更されている。OEM としては、宝富社向け商品の製造以外に、株式会社スターの製品や株式会社、 アゾンインターナショナルの製品の製造を受け負っている。これら他社商品を製造している様子も公開されており、口述の見学通路から見ることができる。以前は、キャッスルの近辺にある仕出し弁当店で、リカちゃんお弁当が販売されていたこともあったが、2010年2月に閉店した。リカちゃんやジェニーを生産している様子を、ガラス張りの通路から見学できる。他に、 歴代のリカちゃんを展示したミュージアムや男児向けのトミカ、プラレールコーナー、リカちゃんキャッスルオリジナルの人形やお土産を販売する売店を併設している。キャッスルの名の通り建物はヨーロッパの城のような外観となっており、キャッスル付近の橋にはリカちゃんの銅像が建っている。旧宝は1996年頃より人形の生産拠点の中心を中国に移したが、 それ以降もキャッスルでは、独自に仕上げの良いリカちゃんやジェニー、そのフレンドドールを製造して直販している。2007年には中国に自社縫製工場を開設し、良質なドレスの生産も開始した。キャッスル製の人形には、様々なバリエーションがあり、キャッスルリカ、キャッスルジェニーと呼ばれる。また2007年には、リトルファクトリーというサービスを開始した。 顧客がリカちゃんやジェニー等のヘッドを自由に選択し、そこに好きな髪型をリクエストして再現してもらう、いわば人形のセミオーダーメイドとも呼べるシステムと、顧客の手持ちの人形の顔の塗装や髪型を修繕する人形のリペアシステムが組み合わさったものである。サービス開始後はキャッスルの店内にとどまらずキャラバン隊として従業員が全国を回り、東京等で行われる、 ドールイベントにも積極的に参加して受注及び出張販売を行っている。2014年8月1日には大人のためのドールショップ、リカちゃんキャッスルの小さなお店を東京都中央区日本橋にオープンした。同店ではリカちゃんキャッスルやイベントでは販売されていないオリジナル商品も販売している。2017年5月3日、リカちゃん誕生50周年に合わせ、 リカちゃんキャッスルのリニューアルオープンセレモニーが催された。リトルファクトリーに関するカテゴリー、ありがとうございます。